皆様こんにちは、ジェーンです。今日もナチュラリウムタイムスへようこそ。この水槽はエビちゃんの水槽なんですが、エビちゃんがいない上なんだか混沌としています。この水槽を今日はどうにかしたいと思います。こんな感じでね、エビがいっぱいいたん、いっぱいって何匹ぐらいかちょっと忘れちゃったんですけど、いたんですよ。あのレッドファイヤーシュリンプがね、10匹以上はいたかなって思うんですけど、見当たらないんですよね。正直言います。はい、正直言います。2回言いましたけど、私ちょっとこのエビちゃん水槽をしっかり観察できてなかったです。まあその証拠にね、この伸びきったわび草、そして増えた浮き草、なんとも言えないこの放置感が漂ってますけれども、ダメですね。申し訳ない。でもね、なんでエビちゃんいないのって思ってね、この時ヒーター入れてなかったんですよ。だから寒いから、もしかしてどっか石の下とかに隠れてるとか思っちゃったりしたんですけれども、まあ少なくともね、水草にはいない。これも違うという感じでね、とりあえずね、浮き草を全部取りました。こんないっぱいあります。そして浮き草がなくなった水槽はこんな感じで、なんだろうこのダサい水槽は、なんだろうこのわび草を無駄遣いしちゃった罪悪感しかない感じは。あれ、ちょっと待ってください。あ、いるじゃん、レッドファイヤー。ということでね、シュリンプを全員救助するために、中に入っていた水草とかね、石とかを全部撤去することにしました。ちょっとね、ここで皆さんに聞きたいことがあるんですけど、皆さんね、生きてると辛いことも嬉しいこともいろいろあると思うんですけど、辛い時ってどう対処してますか？っていうのもね、私今辛いんですよ。なんでかっていうとね、この間ピンマイク買ったでしょ？あれ充電したって言ったじゃないですか。受信機と送信機があるんですけど、充電した後、送信機はあるんですけど、受信機なくしたんですよね。はい、こちらがシュリンプですね。レッドファイヤーだけじゃなくて、ブラックだったかなんかちょっと忘れたけど、ルリーシュリンプもいます。約20匹ぐらい救出することができました。やっぱ寒かったんですかね、何なんだろう、わかんないけど、石の下とかにも結構ねいました。よかったよかった、本当によかった、救助できてね。私シュリンプ大好きなので、この方々が生きてたっていうね、ちっちゃい子もいますけど、はい、もっともっと増えていってもらえればななんて思ってますけどね。はい、まあそれでね、ちょっと話戻るんですけど、マイクの受信機がないんですよ。はい、なかったら使えないっていうことでね、私今この映像を撮ってる時ね、ものすごく落ち込んでるんです。めちゃくちゃ探しました。探したんです。でも、どこを探しても見当たらない。なんで？水草を植えるシーンを早送りにさせていただいておりますが、
そう、もうリセットに近い状態でね、新しく綺麗にしようと思って水草とか買ってきたんですけど、ついでにお魚も買ってきちゃったんですけれどもね、そのね、この様子をピンマイク使って喋りながらやってたら、どれほど楽しい動画になっただろうっていうね、まあ別にそこまで自信過剰なわけじゃないんですけれども、少なくとも今のこの動画よりは100倍ぐらい楽しくなってたんじゃないかななんて思いながら、水草ブスブスさせて悲しいですね、背中がね。はい、ちょっとレイアウトもしてます。そして注水という、このね、流れ作業っていう感じで、ちょっとピンマイクがないせいで、私のね、魂がちょっとどっかに飛んでってます。そしてその日の晩も、あちこち置いてそうな場所を探しまくりましたが、見当たりませんでした。ピンマイクの受信機は見当たりませんでした、結局ね。ショックすぎてね、この水槽が出来上がる過程をあまりうまく撮れなかったんですけど、さっきのエビちゃん水槽がこんな感じに仕上がりました。この水槽のメインポイントはね、エビちゃん水槽の時からそうなんですけど、下に薄い石をね敷いてるんですよ。石がアイキャッチになってるかなっていうので、これリサイクルでね、苔がついてるのもちょっとだけ落としたけど、そのまま使ってます。はい、それでアヌビアスとかね、新しい水草とかモスとかもね、あの流木に活着させて、フィルターはスポンジフィルターだけなんですけど、これはもうヒーターも入れて加温してます。このお魚は、見たことあるぞという方もおられるかもしれないですね。ピグミーグラミーです。ピグミーグラミーね、ちょっと臆病で、そんなガツガツしないっていう性格でですね、ベタとの混泳してます。ベタどこにいるんですかっていう感じなんですけど、あのベタのメスのスパンコールさんっていう子と一緒に入ってます。スパンコールさんはね、本当に一箇所にとどまると動かないんですよ。それが落ち着くみたいで、前に一度ね、他のベタとメスのベタと混泳させたことがあるんですけど、その時は威嚇ばっかりしててちょっとかわいそうでしたけどね。で、このピグミグラミーなんですけど、グラミーってつくからちょっと飼育難しいんですかねってアクアショップの店員さんに聞いたら、いやもう全然簡単ですって即答されて、しかも1匹180円だったんですよね。ありがたい感じですよね、私にとってはね。で、臆病だけど若干縄張り争いはするっていうことなんですけどね、そんなベタみたいに激しいことはないので可愛いもんだななんて思いながら眺めてますけど、青い目がね、なかなかキュートでいいじゃないですかね。この調子で今上の方にいて映ってないベタのね、スパンコールさん、メスと一緒に過ごしてほしいなと。ほら、今、左の上の方にいる黒い物体ですね。これ、スパンコールさん。あ、動いてるね。スパンコールさんっていうね、ちょっとスパンコールっぽい色をしてるので、どんな色なんだろうね、スパンコール色って。まあなんか、スパンコールっぽかったんで、スパンコールさんって呼んでるんですけれども、
しかし私の受信機はどこに行ったの？っていうね、それを聞きたいんですよ。誰に聞いても知らないっていうしね。もう本当にこんなことってあるんですか？買って機器として使ったその日は充電がなくなって、充電完全にしたぞと思って、これはなくしちゃいけないからって思って手に取ったとこまでは覚えてるんですけどね、その後、不思議なことが起こるものですね。消えたんですよ。ポケットの中も探したし、もしかして洗濯機に入れちゃったかと思って洗濯機もね、探したけどない。ないんですよ。ちゃんと使えないままさようならっていうのってちょっと切なすぎやしませんかね。一回ぐらいはちゃんと使ってみたかった。はあ、悲しいけど、でもピグミグラミーさんたちがやってきてくれて、ペタのスパンコールさんも穏やかでいてくれるのでね、もう泣き言を言うのはこれっきりにします。そして探し続けて、見つかったらまたピンマイクでやっていこうと思いますので、皆さん応援してください。応援ね。はい。ピグミグラミーさんはね、なんか雑食みたいで、結構微生物とかも食べるらしいですね。うん、すごい綺麗で可愛い。すごくすごく気に入った熱帯魚でございます。スパンコールさん、ほんと動かない。お昼ご飯4粒残ってますけれどもっていう感じですけどね。元気ないわけじゃないのでご心配なく。この水槽もね、観葉植物入れようと思って買ってきたんですよ、昨日。でもね、ちょっとマイクの受信機がなかったことがショックすぎて、観葉植物の根っこを洗う元気がなくてね、どんだけショック受けてんねんっていう自分で自分にツッコミを入れてるところなんですけれどもね、この受信機騒動はね、相当私の心を揺さぶりましたね。でもそんな日々とはもうおさらばしますから大丈夫です。安心してください。きっと見つかるよ、今日の夜にでもね。はい、ピグミグラミーさんでした。というわけで、残念無念なお話をさせていただきましたが、見つかることを皆さんも祈ってくださると嬉しいです。どこにあるんだろうね。この部屋だと思うんだけどね。わかんないや。とりあえずね、今日の動画、いいとこあったかどうかわかんないけど、いいね、と思っていただけたところが、一瞬でもございましたら、グッドボタン押してもらえると、私、すごい、とっても嬉しくて、ピンマイクの呪縛から解放されそうなので、よろしくお願いします。そして、コメントもご自由にお書きください。ピピピピピと思ったことを書いていただけると、とても嬉しくて、いつも本当に、本当にありがとう、と思っております。そして、最後に、チャンネル登録ですね。まだしてないよという方、おられるんじゃないかなと思います。強制はしませんが、せっかくなのでしてください。どういう説得っていうね、感じですけども、してくれると嬉しいし、配信を見逃さないのでよろしくお願いします。あと、ナチュラリウマーさん、メンバーシップも相変わらず募集してますのでよろしくお願いします。ピース。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ、またね。バイ。